小麦粉のマサを用いたトルティーやマサとは、穀類の粉に水を加えて作る生地の総称である。まさにシュタマレラとは、石灰水処理したトウモロコシの黒流から作られるパン生地であり、メキシコ、中央、アメリカや南アメリカの伝統的な家庭料理に使用される。トウモロコシはグルテンを持たないので単純に製粉して、加水し、こねてもパン生地としての粘り気は得られないが、 石灰水処理によって粘り気のあるパン生地を作ることができる。マサは主にトルティーヤやタマレスの材料として使用される。メキシコでは完熟したトウモロコシの黒粒を石灰を呼び水と一緒に加熱処理し、一晩放置してから水でさらしてアルカリを除いたものを西マルと呼ぶ。これを伝統的にはメタテと呼ばれる石皿とマノと呼ばれるスリボーで食品工業的には 粉砕機で細かくひくことによって作られる。アルカリ水溶液処理したトウモロコシを乾燥させて、粉にした乾燥マサも市販されており、水を加えて、こねるだけで、マサができる。マサを円形に薄く伸ばして焼くと、トルティーヤとなり、これで、ひき肉や、チーズなどの具を巻くと、タコスになる。マ、ま、サにラードを混ぜて、味をつけ、辛口のひき肉やフリホレスレフリトスを包み、 トウモロコシの皮やバナナの葉に包んでふかすとタマレスとなる。メキシコではこの他にもマサを使った様々な料理が発達している。石灰水処理の食品科学的意義についてはトルティーヤの項目で詳述。乾燥マサを利用すると簡単にトルティーヤなどを調理することができる。ありがとうございます。